それでは続いてます続きましてのスピーカー国広沙織さんですねお着物が素敵ですねありがとうございますそれでは皆さん盛大な拍手を持ってお迎えください皆さんおはようございますじゃら国広沙織と申します えっと私は広島県出身で、えー、今初夏県デザイナーという肩書きで活動させていただいています。<laughs> ちょっと秒数があ、あ、いやす、ね、すみません。えっ、ー、と私はえっ、ー、と今ひらがなをモチーフにしたアクセサリーを制作してるんですけども、えっ、ー、と、まあ、こちらが。 結構メディアさんとかでも取り上げていただいたりとかしてそれで知ってもらっている方がいらっしゃるかなと思いますこちらの方をあのまあ企画してデザイン考えてっていう感じでやってますで私はえと広島県出身でえと4年前まで住んでたんですけどもまあ皆さんご存知のようにあの原爆ドームとかえ宮島が有名ですけどもえと4年前まであの広島でまあ平凡に育ち何か でも平凡したちながらもなんかモヤモヤしながらなんか仕事に生きがいとかを感じれずこう過ごしてきましたで、えー、とその中でなんかまあ自分をこうなんかもっといろんな経験をしてみたいなと思ってそれでえと海外に留学してみようと思ってロンドンに行ったんですけどもまあそこでまあせっかく海外に行くんだったら日本の文化を学んでいきたいなと思ってえと書道とか着,着物の着付けを学びました。で向こうに 日本の文化を紹介するイベントで外国人の方に名前を書いてあげて、えー、とそれを練習してもらうっていうワークショップをやって、えー、と3日間で150人ぐらいの方に来てもらってでそれで実際すごい喜んでもらいました。で日本にに帰ってきててき東京に出て きましてでそのっ、えー、とは着物を着て、えー、といろんなところにお出かけするっていうイベントを1年半ぐらい毎月やってたんですけども、まあえー、と歌舞伎の舞台をも回ったりとか能、えー、を見に行ったりとかってしましたでその中で、えーとまあ、書道のちょっと活動を少しずつ始めた時に、まあ、あの名前をきれいに書きたいから教えてほしいって言っていただいてそれで教室をやることに決めました。 司会のあの一郎さんなんですけど1年半ぐらい前に来ていただいてでそれで今、毎月続けています。で2年間で、えー、と200回ぐら,い200名ぐらい来てくださってます。で来週、再来週もあの教室があるのでよかったら来てください。でえー、とこれを5種類の書体で会,、えー、と会書行書総書例書点書って5種類の書体で練習する教室です。 でえーとまあ、書家っていう仕事のなんかイメージとして、まあ、あのいろいろ文字を書くっていうところがあるかと思うんですけどもこれまであの本のタイトルですとか、えー、と横断幕ですとか。 まあ、なんか掛け軸だったり、印鑑掘ったりとかそういうことをしてました。でも、なんかまあいろんな書館の方がいらっしゃって、その中で差別化を図るっていう。考えた時に、自分だったら何ができるだろうと思った時に日本語かける。何かっていう組み合わせをしてみたいなと思ってで。まあここの写真ですと、一番右がテキスタイルで創造っていう。あのクリエイトで意味の創造ので、あのテキスタイル作ったりとかしてます。だったり、またなんか立体の模型で。まあこれは空間に。 夢という字を書いてそれを 3D プリンターで出力したりとか,なんかまあ筆あの書道って二次元の世界なんですけどそれをもうあのその二次元で強さととととかか時間とかをもっとあの表現ししていいいいけたらいいなと思いましたらな思まあ、そういう試行錯誤をいろいろやってきた中で生まれたのがあのこのひらがなをモチーフにしたアクセサリーです。 ひらがなってまあ皆さんにあの説明することではないかと思うんですけどもあのひらがなのまあ由来としましてはまあえとまあ中国から漢字が1,000年前に伝わってきてその漢字をえとまあ一文字で漢字「桜」って例に例えると「桜」って三音で表現しているものをその三音それぞれに「桜」ってそれぞれに字を当ててそれを簡略化してできたってところですね。 でそのひらがなってやっぱり日本独有のものなのでそのひらがなの美しさをもっとあの日本人の方に知ってもらうというか、まあ、当たり前にあるものを良さを見てもらいたいなと思っています。でこれは「美しい」という書いてあるあのピアスなんですけども、まあ、これはなんか女性のボディーラインのようなイメージで作りました。のの丸丸みみだだっっったたりり女性の胸ととかお尻の丸みだったりがスラーっと 足が伸びているようなイメージだったりとかですねあと「東京」っていう文字は東京を上空から見下ろしたような,なんかあの高速道路とかうねうね巡っているようなイメージだったり「絆」ですと「あの木」とずっと何の字がつながっているようなそれぞれこう手を結んでいるようなイメージで作りました。でちょっと告知なんですけども、えー、と本日の「日経 MJ」 に紙面掲載があります <laughs> あと,、えー、と2月3日に、えー「プレジデントウーマンでに」でインタビューで2ページ掲載と,、えー、と2月の24から3月1日で伊勢丹の浦和店で再事販売があるので、まあ、あのよかったらあの見たり来てください。あとこの今「今、まあ、美しいと愛してる」っていうブレスレットと指輪をつけてるんですけどもあの、まあ、結構結婚されてる方この中にも多いかと思うんですけどもまあ この指輪をつけるとすごい夫婦仲が良くなっていいな <laughs> と思うので <laughs> あのおすすめです。はい、で私はなんか日本語日本人が日本語に誇りを持って日本語を身につけるものたくなるものをこれからも作っていきたいと思いますあのちょっと拙いあい説明だったんですけども、はい、ご清聴いただきましてありがとうございます。 気になった方は、あのひらがなドット東京って検索していただくと、あのウェブページがありますので。こちらから、あのご覧ください。はい、ありがとうございました、はい。ありがとうございました。そのイヤリングも。ね、あ、はい、<れ>ありがとうです。はい。どうやって作るんですか、これ。え、手書きで書いたものをデザインにして、それからは、あの。 その工場に出して作って鋳造して手作りであ一つ型を作ってるんでまあまあでもそうですねオーダーメイドもやってますんかひらがなをまさかアクセサリーっていうのは多分今まで聞いたことないですよねんかそういう発想がすごいなと思ってあともう一つ書家ですよねはい字が上手になるワンポイントレッスンワンンポイトレスンですか パソコンとかメールとかばっかりなんでほとんど手書きって今ないのであ<ー>何かこう改めて書くときにあれこんな字汚かったっけ俺みたいな感じですねなんか一つだけあの綺麗な字をよく見て観察して<っ>それを真似することかなと思います。まなるほどそれと教室に来てもらう。はい笑いましたありがとうございます <laughs> 国広さんでしたありがとうございました。